ご視聴ありがとうございます。今回は7年後にカメレオンの主要キャラクターが1日限りの現役復帰を果たした際のストーリーと、7年後に主要キャラクターがどうなっているかの紹介をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますので、ご注意の上ご視聴ください。7年後の相沢は交通機動隊の警察官。それにもかかわらずゴムのヘリが速いと愚痴をこぼし、警察官でありながら立ち小便をしていました。しかし街で事件が発生すると、自慢のドライブテクを生かして犯人を猛追します。しかし犯人を検挙する方法が実に破天荒。そして別の事件が発生した際の検挙する方法がやはり破天荒。そんな相沢ですが、市民のために本日も頑張っています。そんな相沢と違って Q はガソリンスタンドで人一倍真面目に働いて、店長を任されるほどの好青年になっていました。そして阿部はホフとして活躍し、久米は板金会社を経営する社長になり、久米の下で源が板金の見習いをしています。そして松岡はアメ車を販売する会社を設立し、愛車はローソンレプリカからコブラ GT500 に変わっていました。ちなみに7年後の世界で松岡は相沢の義理の弟になっていました。そして松岡の後を継いだ薫はヴィンテージショップの店員になり、松岡の弟でもある八谷は美容師のアシスタントになり、毎日客の髪を洗いながらカリスマ美容師になるために日々の努力を重ねていました。そして八谷の相棒の龍一は7年後も単車に乗っていて、休みの日は八谷を乗せて街を駆け抜けていました。7年が経過してもこの2人の絆は強いようです。ちなみに龍一はバーテンをやっているようです。そして上空から降ってくる人間を見事にキャッチして命を救った男は、飛び職人として建設現場を支えるヒューガ。そんなヒューガは7年後も理解不能な行動が多く、全裸戦士となって悪者を成敗。まさに和製ターミネーター。本当にヒューガだけは何を考えているのか分かりません。そして7年後の椎名は居酒屋オズを出店し、客として店に来た相沢に警察官が公務中にナンパをして棍棒を固くするなと言って説教をしていました。そして椎名は地下と結婚して幸せな生活を送っているのですが、金を掘るためにアマゾンに行って消息不明の矢沢のことが気になってしょうがないようです。ちなみに椎名は7年後もブチ切れると妖怪化するようです。そしてこの独特のフォルム、ついに矢沢が帰ってきたのか、このフォルムを見た椎名がすでに涙を流しています。するとこの男が帰国宣言をしたことで、椎名が大量の涙と鼻水を流しながら喜びの声を上げて走り出します。しかしこの男は残念ながら矢沢ではなく変装をしたニトロ坊主坂本でした。ちなみに坂本は相沢と椎名を見下した発言をして、7年前と同様に椎名に成敗されていました。そんな坂本はシナリオライターとしてそれなりに活躍しているようです。そして小山は教師生活17年、苦労を積み重ね続けて住宅ローンにも追われる中、念願のポルシェを購入し、感動のあまり涙を流していました。しかし残念ながらポルシェは盗まれてしまいます。そして矢沢の不在が続く中、奪われたオズの旗を取り戻すためにある女、いや男が単車で失踪していました。しかしこの男の向かう先には大量の検問部隊が待ち構えています。当然その中に相沢もいます。しかし相沢は無茶な検問をして事故を起こされるとまずいと上司に直訴するのですが、上司は聞く耳を持ちません。するとそこに7人の勇者が現れます。それは7年ぶりに現役復帰した椎名と八谷と龍一、さらに爆撃機からは日向が、そして乱気流から久米と阿部と源が参戦し、7年後の世界で夢のようなオールスターチームが
結成されることになります。しかし敵は大量の警察官、その中には相沢もいます。しかしオールスターズはひるむことはなく大量の警察官に立ち向かい、現役時代を彷彿させる強さ、いやむしろ現役時代以上の強さを見せつけ、次々と警察官をなぎ倒して国家権力に圧勝します。すると戦いに参加しなかった相沢が満面の笑みを浮かべて、上から目線で椎名たちを称えたことで、どっちつかずで何もしなかった相沢に怒りが爆発したオールスターズが、相沢を締めて一日限りの復活祭の幕が下ります。結局矢沢が帰国することはありませんでしたが、オズの2代目をサポートするエイラこと星野瑛太と、オズの2代目を託された山本みやびが矢沢たちの意思を受け継ぎました。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。そしてカメレオンだけではなく、ぜひ黒揚げ派もお読みください。ご視聴ありがとうございました。